はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回信長の野望大使信長プレイ続きをやっていきましょう。前回はですね、今川、武田、北条、この辺りと一戦した上でさらに山陰の毛利も攻めました。でそれぞれ兵糧事情があまりよろしくなくですね、一旦和睦をしたという状態なんですが、今川に対してはね、和睦の状態になってませんので、引き続き戦時体制を維持しているという状況になります。では続きをプレイしていきましょう。まずはね、今川軍をしっかり撃破していきたいなというところにはなるんですが、武田がやっぱり強力なのと、毛利がさらにさらに強くはなってくるので、兵糧ですね、1にも2にも。でちょっとね、兵糧はもらっておきたいので、兵糧がもらえそうなところは同盟の、ここでそういうことを心中してくれるの、心中は嬉しいんだけどな。兵糧外交ができなくなるっていうね、弱みはありますからね。報告いたします。次の兵糧が入ってくるタイミングでは確実に先月の収支でございます。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございます。今川の息の根を止めたいですからね。鉄砲3000が欲しいって、いや鉄砲3000って結構高いんだよね。これは拒否しましょう。今川から交渉、和睦したいっていうのは、一旦和睦でいいかな。ただ兵糧が1000だけってことは、相当今川も兵糧に苦しんでるな。一旦1000でももらっておこう。で次の報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を行う。9月で気に入った。一気に気に入った。今川攻めができる状態になるはずです。お金とね、お米がどうしてもこのゲームは最重要、どのゲームというか人生において食料とお金はもちろん重要なんですけどね。郡上八幡を取られてるっていうのかな、前回ね。北条から佐竹、義重、鬼義重だな。北条と義重を通じておくのは悪くはないんですが、間違いなくまた今川に宣戦布告したタイミングで北条が敵側につくのは目に見えてますからね。お、義興か、ここは恥を忍んで仕官したいの言うのであれば、片付けない、迎え入れましょう。いや、従属させる？従属させよう。毛利の動きも気になるしな。先月の収支でございます。取引を行いましょう。ありがとうございました。仰せの通り。北条 VS 伊達か。ここはもう北条の方が圧倒的に有利だからな。お、それでも
伊達が勝利したか。報告いたします。これより表情を行う。気に入った。まあやっぱり藤高はいいこと言いますよね。面白い。新民連帯、勝利時戦意上昇がさらにアップするっていうわけだな。そしたら鉄砲の徴収を入れておきましょう。あとは入れられるものはないかな。民本統治は入れる。これくらいですかね。軍事と農業がちょっと余ってきてるんで、サラサラ声を入れてもいいかな。このまま9月になって兵糧がドカッと入ってくると思うので、まあ、そのタイミングでまた合戦を仕掛けていくことになると思うんですが、その時には残りの今川の城ことごとく平らげましょう。報告いたします。先月の終始でございます。そしたら宣戦布告をそろそろしていきます。まず今川に対しては宣戦布告できないものも、毛利に対しては宣戦布告ができるので、宣戦布告を仕掛けましょう。待ってたとばかりに軍を起こしましょう。まずは今川に対して鉄砲隊を中心にした兵で先月の終始でございます。攻めましょう。かたじけない。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。まあ今川が武田北条を抱き込むよね。このあたりはまあ予定通りというか予想通りというか想定内なので、まあ良しとしてですね、問題はいかに早く短期決戦で今川を攻め潰すかっていうところになります。さらに毛利に対しても兵を進めておきたいので、毛利に対しては上市場で8万の軍勢を出しましょう。光秀、雷電、左近、藤高、義高、まあ十分な戦力ですね。特にその毛利がね、九州の方に向いている間に三好と長宗我部か。これ大丈夫か。もちろん三好につくんだけど、使いの者が来たようです。今川から交渉兵糧1万5500では話にならないな。報告いたします。これより表情を行う。これで表情を終える。さて問題は、長宗我部に対して宣戦布告しておいて三好の支援をするかどうかだな。長宗我部が勝つよね。ここは確実に勝利したいので合戦の指揮を取りましょう。
立地的にはちょっと厳しいな。我が力お見せしよう。我が力お見せしよう。我が力お見せしましょう。鉄砲隊をうまく使いたいので、そうだな、マイルズ一旦全軍を下げよう。ゲチよ覚悟しろ。命を覚悟せよ。ご命令を覚悟しろ。ゲチよ叩きのめせ。ご命令をお覚悟願います。ゲチよ始めよ。ゲチよ覚悟せよ。ご命令を。お、もう出番か。俺に続け。4500ずつしか兵が展開できないっていう時点で厳しいよな。命を始めよ。ご命令を覚悟しろ。ゲチよ始めよ。ゲチよお覚悟願います。ご命令ください。ご命令を始めましょうか。覚悟しろ。マイルズマイルズ始めよ。ゲチよ始めよ。ご命令を。ここででも負けるわけにいかないからな。吉本も本当に変なところで合戦仕掛けてくるな。敵の居所知れましたな。信玄だな。マイルズ始めよ。ご命令をお覚悟願います。ゲチを始めるぞ。ご命令を。お、もう出番か。覚悟せよ。ゲチを覚悟せよ。やりたい前へ突きあり切り込め。信玄は下がりますね。参るぞ始めよ。我が策ご覧ください。ご命令くだされ。ご命令始めるぞ。覚悟せよ。命を始めよ。我が策ご覧くだされ。この策どう。戦の仕方教えてやる。やりたい前へ投げ払え。この策で勝利をつかむ。我が策ご覧ください。我が策これに。ご命令を始めるぞ。お、もう出番か。ゲチを始めよ。ご命令を。ゲチよ。ここまではこちらの目論みがハマってます。攻めかわしてみせよ。これにて幕とさせていただく。好機は今ぞ。やりたい前へ。敵の居所知れました。放て。策のある者がいるようです。ゲチよ始めよ。ご命令。確実に敵を一体ずつ壊滅に追い込みたいので、撤退されるとね、改装か、改装されるとそれはそれで結構きついんで、確実にこれにて幕とさせていただこう。ゲチ始めるぞ。この策どう思う。さあ始めようか。敵を包囲して一体ずつ格の差思い知るがよい。壊滅させていきましょう。ここは引くの。今は引くぞ。放て。敵の居所知れました。今は引くぞ。
いい風だな。行こうか。よし、これで8万の軍勢をこう無理されましたね。まあ4500しか展開できないかなりの小さい戦場でしたけど、鉄砲隊がいるとやっぱり全然違いますね。行くぞ。出陣する。さすが光秀だな。この辺りはしっかりと城をかすめ取れるときにかすめ取りましょう。手を打ちましょう。で、信長はというと神原城を先に取っちゃいましょう。取り囲め。包囲せ。もやしはガリガリ削られてるな。板倉はさすがに内政外政が高いですね。そしたら神原城から信長の軍勢を一気に内紀城まで進めましょう。内紀城で決戦に及ぶ。これに続け。手段は選ばぬ。勝つためなら。さて、そうすると集結してきている元就の軍勢、これが2万5000か。これは一旦どうする。この上市場で迎え撃ちましょう。兵糧が本当にきついね。報告いたします。先月の収支でございます。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらこのまま光秀の軍勢は先に兵を進めていきましょう。まあ、光秀さすがに強いわ。取り囲め。報告いたします。先月の収支でございます。兵糧が本当にピンチだな。どうする？気に入った。これで兵糧をどうやって確保するかだな。梶才蔵、和氏、この辺りが入ってきました。おお、蒲生氏郷も入ってきたな。これでまた信長の陣営の相当陣容が厚くなりましたね。とりあえず兵糧は買おう。で、信長はもうここ力攻めにして一刻も早く兵を開兵して。兵糧の節約に入りましょう。そしたらどうしようかな。基本全員登用するけど、今川だけは始末する。いや、今川もそうは言ってもそうだな。このあと北条と交渉するときに必要になるんで残しましょう。問題は毛利だな。矢橋城、ここがしっかり取れれば一旦毛利とは和睦したいですね。
包囲せ。長宗我部の前にもうどうにもならない感じだな。三好はで最上 VS 伊達、いや北条 VS 伊達ですね。伊達はやっぱり武将が強いんだろうな。報告いたします。もう兵糧がない、本当にもう兵糧がなくなりました。先月の収支でございます。2000っていうね、これ兵糧の数ですから、とりあえず兵糧を購入して目の前の一戦は勝利したい。で一応この後交渉で毛利に対しては和睦を申し入れましょう。かしこまった。でその上でだ、武将の配属を行っていきます。承知いたしました。まあ一気に武将のねその厚みというか増しましたからね。かしこまりました。まあガモはなんか会津の方に入れたいな、やっぱり。となるとガモじゃない誰かを入れたい。忠勝、いや岡部元信にするか。かしこまった。これで武将は全部入れましたね。まあついでなんでここで歩兵も矢橋に入れておきましょう。かしこまった。まずは目の前の一戦ですね。兵糧がもう心もとないんで。かたじけない。三好はもう一気に滅ぼされるな。まあしょうがないな。この後は長宗我部討伐も視野に入れなきゃいけないかな。毛利とは講和が成立したので、これでこの後の動き確認しておきますか。米も金もないっていう状況なんですが、見やすいビューでいうと外交ビューが一番いいかな。外交ビューにしちゃいます。まず我が織田軍ですが総兵力35万にまで膨れ上がりましたね。この後、まあ、目下の敵になるであろう武田軍、これが10万、まあ、人のみにできるかなっていうところなんですが、兵糧の収入がね軍勢の数の割に信長の方は少ないんで、すぐに兵糧が底をつけるっていうことを考えると慎重に戦う必要があるかなっていうところですね。で毛利軍17万で、北条が17万なので、まあ、信長が少し頭一歩抜きんでたかなという印象はあります。この後は武田を一気に飲み込んで、毛利ですね、さらには北条をどうするかっていうのを試案していきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、再び毛利武田との激戦を繰り広げていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の
収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。